まあ、世界最重量級のワールドクラスのねカブトムシの一ケース一ケースドラマあるんで、すごいなこの穴の開き方。はい、どうもこんにちは、ゆもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがイブイくんです。イズイですよ。あ、イズイか、惜しいな。うわ、一瞬合ってると思ったけど、だからもうそれは合ってるってことなんじゃない？違いますよ。違うかな。見逃さないっすよ。イブイですか。カタカナでイズイで、はい、ちょ、一角足りなかった、ズが。あー、チョンの、チョン、そう、最後が、ズの最後が一瞬で作ってお願いします。ということで、はい、今回もやってまいりましたけども、はい、作業ね、まあ伝えたいところだけど、なんだと思う、イズイ的には。いや、わかんないんだよな。採卵。採卵ね。はい、正解です。あ、そう、当たったんかい。素晴らしい。当たっちゃった。ああ、そう、採卵。採卵なんだ。採卵するんですけど、おお、なんだと思う。いや、そこまではな。まあでも、あ、まあそうね、どうだろう、うん、ここがまあカブトムシの部屋だから。そうそうそう、カブトは多分隠れるんですよね。カブトなのは確定。うん、国産カブト。あー、国産カブトね。この部屋にいるかどうか僕わかんないですけど、ね、あー、この部屋はもういないんだよ、実は。あ、いないんすか。そう、その国産とか戸建ての方に。なるほどね。そう、だからここにいるカブトムシは基本10センチ超えるような大きい系の。でっかい。そう、あ、だから10センチぐらいの。いやいやいや、10じゃないでしょそれ。そう、だから大型のカブトムシになるんだけど、はい、一応出そうかな、先に。じゃあ、はい、うん、今回採卵するやつ、はい、こちらです。はいはい、2個、でかいですね。でかいやつ、そう、まあやっぱ大型のやつ、基本はもうこの家はこの産卵セット、おお、でやってるんだけど、25リットルケースみたいなやつなんだけど、はいはい、今日は実は 2種類です。あ、2種類。はい、おお、なんだろう。そう、だからそのうちのね、1種類、あ、でも、まあ、イズイが気になる種類とか言ってもらえれば当たるかもしれない、はい、マジっすか。うん、2種類とも当てれるか。ネプチューンとコーカサス。おお、素晴らしい。お、ネプチューン正解です。あ、ネプチューンは正解、うん、あ、コーカスじゃない。コーカサスではないけど、うん、あ、まあでもこれ難しいな。うん、金色の尾毛に包まれた、金色の尾毛に包まれたカブトムシ、うん、なんだそれ。金色の尾毛が特徴的なゾウカブトですね。ゾウカブト、そう、の何の種類かさすがに分かんない。さすがにゾウカブトでも2個しかもう覚えてないですね。あ、ちなみに、エレファス。素晴らしい。あ、正解。あ、当たった。エレファス。エレファス何覚えてる。マルス、ラミレス。あ、3個だ。おー、3種類いるじゃん、すごっ。ここで見たやつですね。だ、あー、すごい、ここで見たやつを覚えてるっていうのは相当すごいこと。いや、でもあんだけインパクトあると。あー、まあさすがにね。ということで、そのエレファスとネプチューンです。ほう、の2種類。ほう、だから、まあ世界最重量級の、世界最重量の、はい、種類ゾウカブトと、まあ世界で2番目に大きくなる種類、うん、ネプチューンカブト、この2種類。だからワールドクラスのね、カブトムシの最大。これはすごい、これは楽しみ。で、これが2種類とも、1種類ネプチューンの方は1回産卵セット組んで、はい、ちょっと卵がダメタっぽいのが多かったから、あ、1回追いがけして再びって感じ。なるほど。だから、まあ1回採卵してるけど実質1回目みたいな。うん、そう。とエレファスは1回目、うわぁ、になるから、すごい大事な回。大事ですね。うん、ここで取れなかったら、エレファスに関してはもう結構ね、オスもやっぱ寿命短くて、うん、そうなんだ。ちょっとここでどうなってるか次第では雲行き怪しくなってくるから、うわ、そう、ここで何としても取りたい、はい、っていう大事な採卵になるんで。そうですね。ちょっとまあ目標は言わせてもらいましょうか。目標は大事です。5億です。あれ、早いなおい。早いなおい、もう貯めてくれよ。あややって言った。あややとは言って、あややおいって、早やとは言ったかもしれないですけど。いやいや、まあ5億は言い過ぎたんで、いや、まあ10ですね、やっぱり10、うん、はい、とりあえず10取れれば、まあ嬉しい、うん、とりあえずまあ類代もできるかなっていうのもあるんで、はい、で、まあよ、まあそうね、それで1ヶ月で合計40近く、まあこの子たちで採卵を何回か繰り返すから、うん、1セットで40ぐらいとりあえず取れれば、普及大点というか、はいはい、うん、って感じのところになるんで、ここで10取れたら、まあ一旦安心かな。はい、なんで、まあ20、合計20で。わかりました。いきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあこれネプチューン、はい、行きましょう。じゃあ世界2番目に大きいカブトムシ、はい、どんな感じかとかね、採卵に関してはどうなのかとか、はい、ちょっとイズイは分かんないかもしれないけど。そうですね、結構、まあそれはどの種類も似てるかな。
卵の感じとか、うん、だからまあカツとかはね全然違うから、うん、その一ケース一ケースドラマあるんで、うん、もう早速ちょっと上から見てみましょうか。はい、上がまずこんな感じ、どうでしょうか。はい、おいおー、ボコボコっすね。ボコボコだね。でメスももう多分下にしっかり潜って、うん、穴あるもんな。穴がすごいね、でっけえ。すごすごいな、この穴の開き方。そうですね、入ってくれと言わんばかり、もう洞窟のような穴がめちゃくちゃできてるけど、これがまあだから結構産もうとしてくれてるんじゃないかなとは思うんだけどね。とりあえず止まり木を全部ある程度取り除いて、はい、まあ、潜るってことはこう産もうとしてくれてる、まあ産む意欲はあるって感じなはずだから、うん、まあ、期待はできるんじゃないかなとは思うけど、はい。ちなみにこれが10月21日なんで、で今日が11月7日になるから、まあ2週間ぐらいかな、そうです、ね、2週間ちょっと、はい、になるんで、まあ、採卵のタイミング的には悪くないかな、うん、よし、じゃあ行きましょう。はい、どうなってるかな、楽しみだな。卵があってくれれば、いやー、本当にとりあえず、あ、あります、あります。おこれわかる、見えるかな、ちょうどこの光ってるけど、光とこの、うん、なんかゴツゴツした網みたいな、網目みたいな場所で見づらいかもしれないけど、ここなら、あ、そうね、見える見える。いや、これはとりあえず一安心かな。おお、とりあえず、まああとは卵の状態とかね、はい、見ていきましょうか。お願いします。さあ、どうでしょうか。どうだ、おお、ありました。おお、メスも、メスもいまして、はいはいはい、さあ、そしてこれが卵ですね。はい、素晴らしい、良さそうじゃない、いいんじゃないですかね。ねえ、いや、メスもまだ全然元気そうで、そうですね、素晴らしい。ヘラクレスと違ってもう真っ黒だよね。そうですね、サタンオオカブトとすごい似てるんだけど、メスは、うーん、そう、でもまあ過去動画とかに違いとかも言ってたりするんで、ぜひ遡って見てみてください。はい、はい、卵ありました、とりあえず1個、はい、なんでもこれ卵とか、まあ、必要なもの出しましょうか。はい、はい、こちらです。はい、はい、こちら卵用の受け皿と卵取る用のシリコン製のピンセットでやっていきます。はい、お願いします。この中にまあ土一旦入れて、はい、ここに卵を乗せていくって感じで、いや、よかった、とりあえず、はい、1回、もう1回追いがけして正解だったかもな。いや、よかったですね、うん、まあまだちょっと膨らんでないからね、どうなるかわかんないけど、でもまあとりあえず健康的そうな卵で一安心、はい、じゃあ行きましょう。お願いします。いや、銃あってくれればいいけどね。どうでしょうかね、ちょっと絶妙だな。うん、そのもうちょっとポロポロとね見えてればよかったけど、はい、まあでもまだ、うん、でも1個あるってことは、はい、2個、3個とあっても全然おかしくないから、そうですね、こう信じて。ネプチューンもね、タイミング的に本当は去年やる予定だったんだけど、はい、去年やるタイミング失ってて、結局今年またやってるって感じなんだけど、最近ようやく2年前の子たちが羽化し始めてきて、おー、そう、タイミング的にはちょっと時期がずれてって感じだから、まあ、逆にだから次2年後とかの話になるけど、2年後にこう羽化してくるときにメスとオスの羽化ずれとかがしても、うん、補えるんじゃないかなとは思うんだけど、はい、そのこの時期に採卵できるといっぱい取れてほしいですね。いや、そうね、でも意外とないな。そうですね、見当たらないです、ね、もしかしたらこっちまで来てない可能性もあるしね。 あんまり、まあでも位置的にはさっきの卵があった場所あたりだから、もうちょっとあってもおかしくないけどね。それかちょっとまだ一時産みしぶってて、メスが今スイッチ入ってきたのか、あ、それか最悪のパターンだと、はい、無精卵でもう卵しぼんじゃってきてるのか。あ、それもあるのか、うん、そう、ちょっと怖いね。だからちょっとある程度膨らんでたりするような卵があればいいんだけど、まあ、2週間ぐらい経ってればある程度膨らんでるのもあってもおかしくないかなとは思うんだけどね。あ、ありました。おお、よかったよかった。どうだ、どうですか。でもまあ色とかはそんな悪くはなさそう、形も悪くなさそうだから、まあまだわかんないけど、どうだろうな、ちょっとドキドキするな今。あるお、ありました。おお、ここら辺すごい固まってるかも。お、来てるな、いい感じいい感じ。ここら辺に結構
ババッと産んでくれてればいいけどね。はい、連鎖的に見つかるといいですね。ねえ、やっぱちょっとドキドキするな。2年前はすごい卵を取れてたけど、ちょっと幼虫の管理をね失敗しちゃって、あ、そう、まあ無事に羽化してきてはくれてるんだけど、サイズ的な部分で、うん、なるほど、ちょっと伸び悩んだから、今年もたくさん抱えて、ちょっとまあ、リベンジというか、はい、ちょいリベンジみたいなしたいところなんだけど、そんなに産んでる感じではなさそうだな。どうだ、あ、お、どうした皆さん、こっちから、え、ここに、おお、ありましたね、素晴らしい。おお、まあでもどうだ、なんか膨らんでないから怖いね。ああ、そうなんですか。うん、なんかちょっとこいつ形変な感じする。ちょっとちょっと潰れてるというか、形がいびつ、ちょっと、うん、伝わりづらいかもしれないけど、ちょっとパイナップル型というか、ああ、そんな感じ。そう、あ、でも確かに丸っぽくはないか、うん、そう、あ、で、やっぱそうだね、この上の方がちょっと黒く、ちょっと見づらいな、この上の方がちょっと黒くちょっとほくろみたいになっちゃってる。こういうのは孵化してくることはまあないかな。無精卵マジか、ちょっと怖いね。いや、そうですね。でもしっかり2回交尾してるから、うん、これで無理だ、その無精卵だった時はちょっとオスとメスどっちかに異常が起きてるかもしれない。はあ、あ、これもちょっと無精卵っぽいかな。ちょっと、もう色も変だし、へこんでるよね。そうですね、これも分かるな、うん、これも無精卵ですね。ちょっと怖いね。いや、見つかってもこうなるから、本当、そうそうそう、緊張しますね。ね、そう、だからすごい卵産んだって思って喜んでたけど、実は全部無精卵とかっていうパターンもあったりとかあるし、それはきついな。そう、最初は綺麗でもやっぱ無精卵ってどんどんしぼんでくるから、はい、そういうパターンもあるしね。なるほど、ちょっとどうだ、わかんないな。お、あったあったあったけど、あ、もうこれは綺麗だな。とりあえず綺麗ですね。はい、よかったよかった。ちょっと多分今日の感じだと結果はわかんないけど、今のところは大丈夫そうって感じ。はい、そう、だからいずれまたこっから2週間ぐらいして膨らんでくるだろうから、はい、まあ、膨らんでくれば一安心だね。そうですね、うん、だから動画外で結果は一応わかるかなとは思うけど、あ、でネプチューンの時、多分ネプチューンのオスとかぜひ過去動画で見てほしいんですけど、はい、その時にまあちょくちょくあ、いたいた、うん、いい感じ。標高がちょっと高いところにいる種類だから、低温、一応なんか20度ぐらいのところで管理した方がいいと言われてる。寒いところなんですね、うん、まあ、そんなに神経使わなくてもいい印象ではあるけど、まあ、ちょっと低い方が育ちやすかったりするかな。ほう、やっぱ緊張する、ドキドキする。いや、何度見てもやっぱ緊張しますよね。まあ、そうだよね。そこがねあるからね。普通の卵割るのだってまだ緊張しますよ。鶏のそう。いや、俺これ卵割りはしてないから。まあまあ、そう、でも卵扱うっていうことで。あ、まあまあね、ことで、まあ俺料理しないからね、自炊を全くしないから。でもなんかあれ、魚さばいてましたよね。そう、一時期めっちゃさばいてたけど、やっぱもう楽しいけどね、はい、楽しいけどやっぱ時間も取るし、まあ、魚さばくってのはそうですよね。あと一人で食える量じゃないから。そう、結局それ用に冷凍庫買ったけど、もう冷凍焼けして食えなくなったりとか。なるほど。そう、ちょっともったいないことになっちゃうから、もうやめたんだけどさ。八丸さんとかに振る舞ったりしたんですか、そういうの。したなんて言ってました。うまいとは言ってた。おう、まいとは言ってたけど、そう、なんかそんなだったから、リアクション。ゴキブリ見てた時とかの方が全然テンション高かったから。おいおいだな。これもちょっと無精卵っぽいね。はい、ちょっと怖いね、もう色味が。そうですね、このこっち見た感じは白くてあれなんだけど、確かに所々黒い感じ。そう、こっちの色が、あ、あと潰れてるの分かる、ここ形が。そう、陥没して、はい、これも無精卵。
意外と無精卵かもな、もしかしたら。いや、うん、どうだろう。あー、これもダメだ。これはもう色が、その色もダメになってるやつ。うわ、これはちょっとまずいな。うわー、マジか。うん、こういう時ってもうどうすればいいか。あー、これもダメだ。こんなにあるんですね。うん、あと、もう無精卵っぽいね。うん、これは、あ、これもあるけど、これもダメタだ。うわ、マジか。うん、これはちょっと頭抱えるな。最初のやつが綺麗そうだったけど、最近産んだやつかもな。なるほど。うん、膨らんでるみたいなのもないしね。あったけど、まあ、綺麗は綺麗だけどね、これも。もうでもやっぱあんだけ無精卵見るともうちょっと信じれない。けどまあ一応すごい産んでくれてはいるんだけどね。そうですね。これはちょっと怖いな。怖いですね。こういう時はもうどうなんだろうね。もうオスもメスもしっかり餌食べてて、でメスも卵を産むけど、はい、結局でしっかり交尾もしててもやっぱ無精卵の時ってあるから、こういう時ってもう何がどうなってるか分かんないけど、多分だからオスの方にの生殖機能がなんか低下してたりとか、ちょっと生殖機能が弱かったりするのかもね。もうそもそものなんだろう、その個体自体の、はいはいはい、っていう可能性もあるのかな。いやそうかもしんないですね。まあ、ちょっととりあえず終了です。はい、まあ、ちょっとね雲行き怪しい感じになったけど、まあでもすごい頑張ってくれて。そうですね。結果的に無精卵が6で、まあまだ分かんないっていうやつが、6、おお、まあ、合計、12って感じですね。はい、取れたは取れた。そう、これすごい頑張ってはくれてる。うん、ちょっと分かんないね。まだ分かんないですね、うん、これはちょっと雲行きは怪しいけど、まあちょっと様子見てみようと思います。はい、はい、じゃあちょっとこれ戻しましょうか。いきます、せーの。はい、はい、ということで戻りました。はい、もうちょっと一旦餌食べてもらって、はい、うん、ちょっと心配だけどね、はい、ちょっとこのまま産卵セットは組んどこうと思います。で、はい、まあ一旦、まあ、もうちょっと頑張ってくれよと。はい、頑張ってくれ願いつつ、しっかり締めて、はい、で、この取れた卵、有精卵6個をこの2000ブローのハワイアンビートルの J01 が入ってるマットの中で管理しとくって感じですね。はい、周りに、うん、ここの中にまあ10個ずつ10個単位で入れるんで、今回は6なんで、もうこれ1個で。はい、でも取れたのは良かったけどね。そうですね。もうやっぱ訪れる、定期的にこのどうすればいいんだろうってなる、やるせない気持ちにもなるし。うん、でとりあえずこいつも一緒に、うん、これでまああとは孵化してもらうのを祈りながら膨らんでくれればいいけどね。そうですね、本当に、うん、でここにラベル書くみたいな感じで。なるほど。だからまあネプチョン株と、だから種類の名前、オスとメスの情報、はい、せっかくなら書くか。まあ、基本的に絶対必要なのは種類の名前、まあ、極端に言ったらもうそれ、もうこれは必須、うん、そう。まあ、ただ、まあ、今の環境というか飼育の中で、まあ、必要なものとかで考えたら、はい、まあ、やっぱ産地、名前と産地は絶対になるから、やっぱ産地が違うところとかもあるから、免許証みたいなもんですね。あ、でもそうね、ナンバープレートみたいな、ナンバープレートみたいな感じでもある。あ、免許証全然違ったわちょっと俺動揺してるかもしれないすいません、そんな時にいや全然そうね、免許証みたいな感じそう、個人情報みたいな個人情報、そう、だから産地と名前は絶対、はい、で、あとはまあここに入れた日付書いてたら、なんだろう、次個別に移し替える時とかの参考になるみたいな便利ですね、確かに、うん、感じかな。はい、で、まああとは入れた個数、卵の、はい、だから卵が、だから例えばこれをひっくり返した時に幼虫取り出す時に、はい、卵の数書いておけば、とりあえず幼虫が、これだと6だから、幼虫が6匹いたらもうその中には基本いないはずだから、まあ基準になるから、だから数と、まあ一応その個体の、まあ、類代表記、はい、だからこれだと一応こんな感じで、うん、ネプチョンオカブト、はい、で、まあ、産地と今日の日付11月7日、はい、6個。あ、なるほど。で、まあ、もう無精卵はカウントしてないんで、無精卵確定なのは、うん、で上にこの類代表記、はい、CBF1 の
132ミリと CBF1 の69ミリ。だからここは兄弟。だから一応ここで孵化してきたら CBF2 みたいな感じ。うん。これでまあ一時放置するって感じですね。はい。まあとりあえず取れました。はい。良かったです。とりあえずは良かったです。まああとは膨らんでくることを祈って、そうですね。ちょっと待ちますんで。はい。はい。これでネプチューンは終了。さあちょっと気を取り直してね。そうですね。次エレファスゾウカブトね。はい、はい、これもまあゾウカブト、まあ、金色の美毛の、まあ、この2種類も過去動画に載ってるんでぜひ、はい、過去動画を遡ってみてください。ぜひ、はい、まあ、もし優しい方いたらこの種類が出てる動画とかをリンクをコメント欄に貼ってくれると嬉しいです。ああ、はい、嬉しいです。お願いします。はい、はい、じゃあ行きましょうか。これもこれも同じかな。10月21日だからまあ 2週間ちょいって感じになるんで。そうですねまあだからこれも10ぐらいいてくれたらとりあえず助かるかな。お願いします。はい、あ、上がってきた。おおいるな。これね、はい、でかいよ、きれいな。でかっ、巨大な。まあやっぱこの尾毛が毛が毛で覆われてて綺麗だ。そう、綺麗。そう、メスはね、そう半分は黒いんだけど、うん、そう後ろもね、すごい毛が、本当だ、すごいたくさんついてて、はあ、そうオスもすごいかっこいいからね。そうですね。で、ゾウカブトの中ではこの毛がついてるやつと、はい、毛がついてない黒いタイプがいて、はいはいはい、その黒いタイプは3年とか4年かかるんだけど、うん、基本的に羽化するまで、まあ、中には2年一人で浮かしてくるやつもいるけど、うん、まあ、それでもやっぱ長いじゃん。そうですね。ヘラクレスよりも圧倒的に長いから。うわ。ただこの金色尾毛系のやつはヘラクレスと一緒ぐらい、はい、1年半ぐらいで浮かしてるから。そう、ゾウカブトやってみたいっていう人は最初こっちやってみるのがおすすめかもしれない。なるほどなるほど。期間の短さで言うと、はいはいはい、ただやっぱもうゾウカブト、黒いゾウカブトの方が、まあ、一応このゾウカブトが世界最重量種になるんだけど、はい、種類でいうと黒いゾウカブト、アクティオンとか幼虫期間がすごい長いやつの方が、うん、やっぱ幼虫の体重もいかついから、あすごいんだろうな絶対。そうだから、まあ、根気よくね幼虫飼育できるんだったら、はい、ちょっとそっちもぜひやってみてほしい。そうですね、うん、俺も最近やり始めたんだけど、うん、もっと早めにやっとくべきだったって思うぐらい楽しいから。さあこれでちょっと、はい、綺麗にしたんで、さあ行きましょうか。ちょっとね払拭したいですね。そうですね、行きましょう。お願いします。どうだろう、どうでしょうか。はい、ほい。ちょっと怖いな、なんか嫌な予感するんだけど、卵が出てきてくれればとりあえず。そうですね、いいんだけどね。幸先も良くないな。口数やっぱ露骨に減っちゃうよな。まあまあまあ、とそこなんとかしたいんだけどね。見守っちゃいますからね。まあね、息飲んじゃうな。はい、ないか、これもしかして。そんなない気がしてきたな。いず最近あった嬉しかったことって何？嬉しかったことですか？うん、え、ないの？いや、そんな悲しいの？いや、あるはずなんですけど、うん、なんだろう。え、そんな、あるはずなのに。いずい、え、ないのかな。怖いって、それは。ああ、でも、お、朝業務スーパー行ったら、いいよ。出だし些細だね。1000円の肉500円だった。あ、いやー、おー、主婦みたいな。主婦、朝晩主婦、朝晩主婦の嬉しい話じゃん。すごい些細な、もう、はい、スッと出してくれたらね、些細なのあれだけど、絞り出して出した感ありすぎて、なんか無理やり感すごいあったから、なんかこっちも答えづらいな。それを、でも500円はめっちゃ安いもんね、半額は。しかも2枚入りですから。めちゃくちゃいいじゃん。いいっすよね。あれを三森さんからもらったタレに漬け込んで食ってます。あの、トムラのね。そうです。そう、宮崎の人はもう全員焼肉のタレはもうトムラだから。おー、そう、ちょっと高いらしいんだけど。あ、そうなんだ。確かに、でも僕スーパーで見かけました、この。あ、嘘。あ、これだと思って。あ、あるんだ、こっちでも。あるっぽいですね、もしかして。
そうだからトムラーのタレはマジでおすすめなんで。いやマジでうまかったからね。そう結構味しっかりついてて、はい、で肉ともねちょっと絡みやすい感じのちょっとドロッとしたタレで、うん、そう漬け置きも美味しいし、タレとして普通に漬ける感じ以外にも普通にその鶏皿に置いて、うんはい、そこに肉を落として揚げるだけでも美味しいし、タレとして美味しいから宮崎の人にいたら聞いた方がいい。焼肉のタレといえば何って聞いたら全員多分トムラのトムラって言うと思う。マジすごいな、うん、一家に冷蔵庫と同じ数あったもんやっぱ一家に一本は一家に一本、うん、絶対あった。あじゃあそんぐらい愛されてる、ね、愛されてる。いやトムラ焼肉のタレはマジで多かったね。いや僕初めてあれ食べましたけど、確かになんか濃厚でうまいですもんね、うん、そうそうそう、そうドロッとしてて、はい、イズイ、はい、ちょっとなかったどう？そう、と見当たんなかったさ、うん、イズイ卵を産める？いやちょっと産めないですし、産んだところでですまあそうか違和感しかないでしょ。そうか増加太になんないもんな。そうですよ。いやちょっとごめんなさいゼロです。ちょっとかかってないかな、しっかり、もしかしたら。あちょっと、まあ一回これ3ランセット戻します。はいはいはい、ちょっと一回、この子は押す。はいまだ元気なんで押すも、うん、ちょっと押すと、もう一回追いかけして、はい、また再びこの3ランセットに入れようと思います。ちょっと待ってよ、急遽ですが、はい、エレファスメス、てかもう一セットあるんで、おぉそれ、採卵しましょうか。おぉこのままじゃ終わってらんないんで。おぉね、そうただ、ここで、はい、もう一つのやつに関してが一応実は3メスいて、エレファスのメスが、はい、で、1セットは最近産卵セット組んで、はい、だからそれはちょっと採卵できないんで、はい、一番最初に組んだやつっていうのがいるんだけど、これがね、もう実は10月で結構早めに欲しいになっちゃったの。10月の10日に産卵セット組んだんだけど、1週間ちょっとでもう上で星になっちゃってて、はい、そうだから産んでないんじゃないかなっていう風に、まあだから産んでたらいいなっていうのでとりあえず放置して幼虫になったら掘り返すみたいな感じだから、2ヶ月後とか3ヶ月後にひっくり返してみようかなと思ってたけど、ちょっともうこういう状況なんで、はい、ちょっとこれでなんとか卵いてもらうのを祈って、いや、うん、いてほしい。いなかった時はもう落ち込むと思います。いやもう、うん、もう落ち込みかけてるからいやちょっとね、でもこのままね終わるわけにはいかないから、いやちょっとクワカブの部屋を見せてほしいですね。そうね、底力見せよう、うん、はい俺らの猛火見せようよ猛火、うん、ヒコザルのやつ、極限の状態ではいこの技が強くなるあの猛火、うん、ちょっとやっていくんだよ。はいちょっと祈ってください。お願いします。どうだろう、急遽ですがもう上はね、だからちょっともうメス欲しいなってたんで、はい、全部きれいにしてる状態なんだけど、うん、どうだろうな、どうだ、ちょっとドキドキですね。いきましょう、リベンジ、リベンジですね、最速リベンジ。交尾をでも確認してたんでね、はい、産んでくれて、うわでもちょっと怖いぞこれ、こんだけ崩れて見えないのはどうだろうな。すごい崩しはしやすい、はどうだろう、こんなに沈黙続いたことないんじゃない確かにクワカブの部屋で、いやちょっとめっちゃ喋ってなかったな今、どうしたもんかな、忘れちまったな、たまにね。まあまあでも、はい、ちょっとこれで産んでなかったらイズイを産卵セット組むしかなくなるから、いやいやどういうだけどいやいやそうか、マジか。ちなみに温度は22度ですね、うちは。そうちょっとやっぱ、どうしても幼虫との兼ね合いでそれ以上はちょっとあげたくないっていうのがあるんで、はい、できればね
そのだから産卵せ、お、一個あった。お、一個ありました。おお諦めかけてこの産卵セットを組んだ時の状況を説明してましたが、とりあえず1個ありました。やったー、よかった、マジでマジ。まあまあ知ってたけどね。え、俺にかかれば。いやいやいや、こんなたくさん卵取れるって分かってたけど。いやいやいや、え、今日5億って言った？言いましたよ。言ったよね、早く言いましたよ。ついに5億です。うわー、いやー、これ1個で5億分、もう5億の価値あるね。え、でもそれぐらい嬉しいわ。マジでよかったな。あ、よかった。諦めてた。はぁ、いや、よかったね。はい、あと1個ぐらいないかな。で、まあ時期的にだからもうほぼ1ヶ月ぐらい経ってるから、はい、こうしっかり膨らんできてるんで。あ、膨らんでるんですね。うん、幼虫の跡とかも見えるんじゃないかな。幼虫の跡も、うん、見えてきてるんで。おぉ、そう、ちょっと映らないとは思うけど、多分大丈夫だと思う。よかった、うん、いや、よかった、よかったっすね。いや、一個でも産んでくれててよかったわ。いや、マジでよかったわ。いや、マジで喋ってなかったな、最初ね。半分以上。え、こんなことあるってぐらい、一個、奇跡の一個だな、マジで本当に。いや、もうないもんね。いや、なさそう。あんぐらいのだったら、うん、見つかるはずですもんね。いや、すごい、これはすごいです。うわ、素晴らしい。マジでホッとした。よかった。なんかさ、虫キングの、はい、虫キングの中に森の民っていうのがいるんだけど、はい、森の民のすごいもともと優しかった子が、はい、ちょっとね、まあその村の中で暴れ回っちゃって、はい、その村がほぼ崩壊しちゃったの。その中でこう新しい命が芽吹くみたいな、そういう回があったんだけど、うん、はい、なんかそれをすごい思い出したわ。おー、その一個のなんか命のなんか尊さみたいな、うん、もう感じれたね。いや、本当にでもマジでマジでよかったな。いや、マジでよかった。いや、いや、ほっとするに近いな。うん、そうですね、喜びより。いや、でもとりあえず一個ありました。はい、結果、はい、まあもう皆さんお気づきの通りですが、はい、100個です。ちげえよ。いや、モルレベルじゃないでしょ。モルモット。いや、モルモットじゃないですよ。違う。何を実験するんですか。いや、もう今何でも、いや、もう実験に使わないで。いやいやいや、やめてよ。あるけどね。そう、人間のためのやつで。あるけど、モルモット好きだから。そう、まあ、わかるけど。いや、でも1個ありました、はい、いや、本当に、でもまあ100個分の、いや、ほんとね、1個と言っても過言ではない。なんか野菜ジュースみたいな歌い文句で。確かにな。いや、よかったです。いや、よかった、マジでよかった。とりあえずよかったかな。そう、あとは、まあ他の子が、だからさっきのね、はい、ちょっとゼロだったけど、まだメス元気だし、はい、ここで一回追いがけして、なんとか何個か取れれば、はい、つなげられるんで。そうですね、その中の1個、とりあえず取れてよかった。はい、まあ、これも、もうここに入れましょうか。はい、1個、まあ、まあだから10月1日、10月10日だから、で、今日が1月、11月7日なんで、まあもうほぼ1ヶ月で、まあ、うん、メスが欲しいになる前になんとか1個振り絞って産んでくれたとしても、まあ、2、3週間経ってるから、3週間ぐらい経ってるから、はい、もうあと1週間ぐらいでおそらく孵化してくるかなって感じ。よかった。いや、よかったです。ファインディングにもの最初みたいだった。あ、そうなんだ。俺ドリしか見てないから分かんないけど。スピンオフの方。うん、あ、そうなんだ。ファインディングにもうん、ちょっと取られちゃうんですよね。その食べられちゃうんですよ。あ、お父さんが。お父さん以外。あ、お父さん以外か。お母さんと他の無数の卵でも1個だけ残って。なるほど。それをお父さんが優しく包み込む。それがニモなんだ。それがニモなんです。なるほどね。めちゃくちゃそうじゃん。ちょっと最初ね、めっちゃ辛いんですよ、ファインディングにも。確かに辛いね。ああ、そういうやつなんだ。はい、確かに俺小さい頃、ニモって呼ばれてたもん、一時。なんで？俺ミモだったから。ああ、そっか、一個抜かして。そう、一個抜かして。なるほどね。今の俺のカメラマン紹介と似たようなことをやられてたんだけど。本当だ、今思い返せた。なんで司会してるの。知らん人に。嫌だったのかな。いや、そう、だからそう、それ全然知らなかった、俺見てはなかったから。いや、見てくださいよ。そんだけ言われたんだ。なんでドリーの方な。
ああ、そうなんだ。はい。じゃあこいつもね、なんとかちょっと立派に育ってほしいね。本当に、はい。まあちょっと、とりあえず孵化してくるの祈って。はい。まあ、これもさっきみたいにラベルで管理して、孵化してある程度したら、まあこの子に関しては1個だから、そのままここの中である程度大きくなってもらうかもしれないけど。なるほど。けどまあさっきみたいにラベルで管理して、はい、孵化してくるの待ちますんで、はい、いや良かったです、とりあえず1個も、はい、取れて安心した、やって良かった ね、 ね、そうですね、うん、これに関してはもういなそうなんですけど、まあ一応この中で管理してまた1ヶ月2ヶ月と か、 だから幼虫がちょっと大きくなる、もし取りこぼしがあったら、はい、あれなんで幼虫がになった時にまあ多分動画外でひっくり返して確認しようと思うんで、はい、はい、ぜひ、まああとね1セットとこのセットでまあ多分また動画撮るかな。おお、うん、そうちょっとなんとかね払拭して、はい、うん、まあとりあえず1個撮れたのはすごいでかいんで、この1個は、はい、まあなんとか成虫まで持っていけるように頑張ります、ね、はい、伊豆井的にはどうだった。いやーマジで緊張した、いつも緊張しますけど、うん、いやだから本当1個見つかったのホッとしたし、ホッとしたね、まあ当たり前じゃないね。ネプチューンのちょっと雲行き怪しいところから、はあ、こう全部雲行き怪しいってあんまなかったから、うん、そうですね、うん、いやあるだろうとはちょっとどっか思ってたけど、うん、やっぱ貴重っすね、ある一つあるっていうのは。そうね、いやよかったです。だから当たり前が当たり前じゃないっていうのは再認識できる、うん、まあ、ね、いい機会になったかもしれないんで、はい、まあこれからまた、まあ、いろんな種類も含めて、まあやっぱ一個一個ドラマあるなっていうのも改めてこう認識できたんで、はい、まあこれはこれで良かったかなと思いますんで。そうですね、うん、ちょっとまあまた、この卵がいずれ孵化してきて多分マット交換とか時期にやると思うから、その時にあのなんとか一個取れた幼虫がここまで大きくなったのかね、はい、報告できるように、するんで楽しみにしております。はい、はい、よかったとりあえずよかったね。そうですね、どうしたわ、それにつきますわ。はい、ということで、今回の動画以上になるんですけども、ぜひ概要欄も、いろいろと見てほしいこと書いてたりするんで、そちらもぜひチェックお願いします。はい、そんな感じで今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。